はい、アトラスラジオの時間がやってまいりました。皆さん元気に過ごしておりますか？桜も散り始めて、まあ春がようやく終わるかなという感じになってきましたけど、皆さんどうですかね。息子さんとか娘さんが、あるいはお孫さんが学校に入学を決めた時期じゃないでしょうか。うちの太郎も元気になっております。演奏をしておりますね。さっきニギニギのおもちゃを覚えまして、ニギニギを振りまして今朝演奏してくれました。まあ、あの子が幼稚園入学するのも近い将来あり得るかなというところです。今日はですね、我が事務局に、まあ、スタッフとして入ってもらったエスカリータリエさんというですね、私が何度もエリさんとか間違えて呼ぶが、サンタフェのリエで覚えてくださいって今あのね、コロロさんに言われまして、イマルさんでしょ、コロロさんに言われまして、もうそなたエスカリーターが飛んでしまって、サンタフェリエさんとか呼んでますけどね。自分でもメールで載ってるんでしょ。はい、一応あのもうサンタフェ、あ、じゃないサンタフェじゃない、間違えた、エスカリータさんをいただいたので、ええ、エスカリータの方で、あのサンタフェだと申し訳ないので、申し訳ないから、そうですね、はい。それで不思議な体験が結構あるっていう話なんだけど、はい、どんな体験があるんですか。うん、まあ、あの小さいことで、まあ、皆さんもある、うん、だと思うんですけれども、うん、まあ、そういう話でよろしかったらっていうことなんですけど、まあ初めはやっぱりその小学生から、まあ、中学生とか子供の頃に、まあ、急に話すとあれなんですけど、例えばそのレコード本屋さんの建物が柏市にあるんですね、うんうん、それでそこって昔からなんか出るって噂はあったんですけど、幽霊が出るって、そうですよ、だけど、うん、そんな中学生でそんなに傾倒してなかったんで、うん、出るから見に行こうとかそういうのはなかったんですよ、うん、かえって怖いなと思ってて、うん、で一人でやっぱ本屋に行ったりはしてたので、うん、でそのトイレなんですけど特殊で、うん、入るんで、こう右左が男性、右が女性なんですけど、うん、奥にあって、そうするとなんかこう構造が響くのか、女子トイレに入ると、うん、私入る時に見てるんですけど男性が入ってる感じじゃないんですよ、うん、中にいる人はいるかもしれないんですけど、そうするとなんかもう閉めたり開けたりする音がすごいするんですよ、うん、昔から、うん、でなんでそんな開けたり閉めたりする音が聞こえるんだろうって思ってたんですね、うん、でもその時はそんな風に思わなくて、うん、であの、まあ、トイレするじゃないですか、うん、それで後ろ向きなんです、扉にお尻向ける感じなんですよ、うん、それでなんか怖い、和式でしたねその時はね、和式がやっぱ主流で、そうそう、それでやっぱりあのなんていうかそういう気持ちがあるんでしょうね、怖いっていうトイレ、うん、でなんかやっぱ上とか見るんですよね、気にしたり下見たりとかする癖があったんですよ私は、はい、あのそうなんですよ、そうしたら、うん、いやまさかなって変な気持ちはその時したんですけど、うん、パッて見たらあの足があって、うん、あの扉の下に足が小さい子供のピンクのシューズが見えてて、え、その下で隙間が空いてて、そう、あの隙間あるじゃないですか、大抵隙間があって、うん、でそしたらそこパッと見たら靴があるんですよ、片方だけ、うん、それで何と思って、さっき見た時なかったじゃんと思ったんです、うん、でえーと思ってちょっとやっぱ怖いじゃないですか、うん、で誰かいたずらと思ったんですよ、はっきり見えるんで、うん、で片足だけこうやって入れてるんですよ、ちょっとグイッと、うん、トイレにそれで、うん、何よと思って、どんどんって扉をやったら逃げると思って、バンバンってやったら、うん、私入ってますよ、私入ってますよみたいな感じで、うん、何よって感じでバンバンってやったんですけど、うん、どかないんですよ、うん、と思って、女の子です、女の子いる、女の子の小さい靴で、おかしいね、まあ、小学生ぐらいのこう大きさで、うん、薄いピンクで今でも覚えてるんですけど、うん、でいやもうどうしようと思ってトイレしてるのにと思って、うん、いたずら嫌だなと思ったけど女の子だしなと思って、うん、で何をやったか忘れたんですけど、まあ、うん、まあ、やめてください入ってますみたいな感じで、これは大きな声で言うしかないと思って、うん、言ったのかな、なんか言ってどんどんやってもダメだから、うん、そしたらなんかピャッてスッて消えたんですよ足が、うん、でも音も聞こえないし扉があるからガギーとかすごい音するんですよ、うん、重たいドアでそれも聞こえなかったし、
えっ、ー、と思ってじゃあ霊としか思えないじゃん。私はそう思ってますね。じゃあその子供の霊が出るって評判だったのかな。あの何が出るっていうのはなんか結構薄ぼんやりしていて、うん、何が出るっていうのはないんですけど、ただあそこは土地が悪くて、うん、何かあるっていうのは昔から言われてたんですよ。いやそれ柏柏あ日本もあるんですか。あります、うん、東口。あらその本屋栄えてるんですか。すごい栄えてます。昔から形は変えても中のあのそこきっと地元の人なら分かると。ああ東口の本屋って言えば、うん、うん、と思いますけどね。あ、うん、あそこは昔からちょっと変なんですよ。じゃあ柏の人はみんな知ってるんだ。どうだろう、そういう興味がなければ変なことも知らないっていう、うん、だから私会話をしたことないんですよ友達と。あそこは変だよねとか。でも噂は聞いたことあるんでしょ。ありますね。なんでか知らないけど耳にスワッと入ってくるんですけど、あ、じゃあやっぱそうなんだって思ってて、まあ、本屋行くとトイレ行きたくなるもんね、うん、すんごく行きたくなるんですよ。だから困ったもので、うん、トイレ行ったらトイレ行きたいし、でも怖いから思いをしたので、うんうん、あんまりあのトイレ行きたくないって思ってしまって。そうだね。そうだ、今度足が出たらさ、はい、引っ張るってどう。いやだだだもうクッて。いやだから今ならできるかもしれないですおばさんだから、うん、でもちょっと怖いですよねやっぱりね。うん、その時は、うん、片足だけって言うんだね。そう片足でなんかスッて見せるように入れてきてたので、うん、ヒーと思って。そのまま上から釘を打っちゃうとか、ね、ダメですダメですダメです、きっと恨まれちゃうんで。そんなことは、はい、いや、うん、戸を開けたら片足の女の子立ってるとか。いやそれを見たら私も信じますけど、うん、見てはいないのでさすがに足だけ。なるほど、ね、見たから、うん、他にどんな話があるんですか、うん、柏は。で柏川っていうかね、ごめんなさい、いろいろちょっとあの場所が違くなっちゃうんですけど、うん、それはだからそこで見たんですけど、うん、あのなんだっけな、船橋で、うん、私小さい時親に連れられて、なんか船橋の方に用事があるって言うんで親と行ったんですよ。船橋、JR 船橋。うん、だから昔だから西船橋まで用事があって、うん、私もよく覚えてないんです、うん、あの小さかったんで、うん、とにかく手つないでこうやって行ったんですけど、うん、そしたらだから今こうやって見て後ろに何か見えるとかはないんですけど、うん、あれはそうだったんじゃないかっていう人を見たことがあって、うん、なんか駅の方すごい複雑なんですよ西船橋。あの昔のあのどこ乗っていいか分かんないような感じで。そうでした。意外とそうなんですよ。あれ結構みんな言うとそうそうって言ってくれるので、それだけは。あ、東西線に乗り換えるのがやばかった。なんかそうかもしれませんね。東西線だとか、なんか本当とにかくこっちから来たりこっちから来たりとかっていうのがあって、なんか分かりづらかったんです。あ、昔そうね、東西線を確かあの境目のやつがなくて、うんうん、そのまま乗りか自由に乗れたんだ。あ、そう、なんか何かそうなんですよ。なんかちょっと分かりづらくて、知らない人がいたら間違えて乗っちゃうんだよね。もう散々、私も散々間違えたんですけど、まあ、親も分からなくって、うん、私は小さかったんで、うん、でじゃあとにかくお姉ちゃんいなかったんですか。お姉ちゃんはいなかった。なぜか私がなんかちょうどその時空いてて、うん、あの親とお母さんと行ったんですけど、うん、そしたらなんかすごい迷って、うん、でなんだっけな、あ、そうそう、向かいのホームのところにベンチにおじいさんが下向いて座ってたんですよ。それですごく私の感じですと寂しそうにこう下向いて座ってて、うん、でうーんと思って、まあ何にも子供だから幽霊とかは思わないんですけど、うん、そして親になんか気になんでしょうね。それで親に、うん、あそこにおじいさんいるけどなんだろうねって言ったんですよ、うん、誰も何も待ってないのに一人で座ってね、うん、待ってるねっていうようなことを言ったら、うん、なんか親も年だから覚えてないんですけど今言っても、うん、なんか足まで見えるのみたいなことをね言われた気はするんですよ、うん、でも親は覚えてないですよ、うん、だけどなんかそう言われてうんって言って、うん、なんか下向いてこうやって寂しそうに座ってたんです、うん、でなんか追求したい気持ちが湧いたんですね、うん、小学生だったんですけど、うん、それでじゃあ階段上がってみようよって言って、うん、階段を上がって向かい側のホームに行ってみたら、うん、そのおじいさんが見えると思ったから、うん、なんか私そこまで追求したいと思ったんですね、うん、でじゃあ親もなんかしょうがないわねみたいな感じで用事も終わったしみたいな感じで、うん、帰りだったと思うんですけど、それでこう連れられて、うん、階段を上がったら、うん、そこ閉鎖されてて、うん、ホームが、うん、赤いなんか鉄の
こう扉がバンってなってて、うん、鎖でバッテンになってて絶対入れないになってたんですよ、うん、だから使われてないホームだったんですね。おじいさん座ってるホームは、はい、使用されてないホームなかったです、はい。なんだろうね。いやわかんないです。だからあ使われてないんだ。でも小学生なんであんまりボキャブラリーもなくて、うん、あなんか閉まってるねって言って、うん、親も閉まってるねって言って。で帰って引き返した。まあまあそれは普通にな残念だねみたいななだめられて、うんうん、じゃあいいよって言って。うん、結構それははっきり見えたんだけど。おじいさんの服装も覚えてますか。なんか本当普通のおじいさんの服装っていうか、もう白ぼん、もう今だと覚えてないけど白ぼんやりしてて、うん、本当おじいさんのなんかポロシャツみたいなとかちょっとヨレッとしたズボン、なんかズボンで、うん、もうおじいさんだなっていうのは分かるんですけど、うん、下向いてこうやっていてて、そうそうそう、いやこれ真っ昼間ですよね。まあ、真っ昼間、まあでもね、真っ昼間って言っても用事が終わった後だったんで4時ぐらいだと思います、うん、4時ぐらい、はい、そうだと思います。結構地元で見てますね、千葉県で。そうなんですよ、割とだからそういうことがあったんですけど、うん、誰にも言えないですし、うん、言ってもおかしいと思われちゃうから、うん、で人間じゃないのって言われたらそうかもしれないから、うん、でも誰し使用されてない、うん、でもあれびっくりしました。ホームでね、もうバッチリパンってもう閉められてて、だからなんかあったんだなってぐらい、うん、もう鎖で、はい、あっていうのは。でもお母さんも現実主義じゃなかったでしたっけ。うん、だからそうですよ。でもうちの母は割とそういう不思議な話は嫌いじゃなくて、うん、だけどあんまり私がそういろいろ言うと乗っちゃいけないって分かってるみたいで、なんかこう普通の方に引き戻してくれるんですよ、ね、そういう話は好きだけど深入りはしない方がいい。そう、あんたは邪気ばっかり持ってってそういう気持ちの方ばっかり行くからダメって言って、うん、じゃあうちの事務所で仕事やってるっていうのはお母さんに言えないですね。いやちょっと聞きたいんですけど。だけどまあこの間不思議と占いの話をしたら嫌がられると思ったら、うん、面白い仕事してるのねって初めて言ってくれる、うん、でもあんまり言わない方がいいかなと思って。お母さんおいくつですか。ごめんなさい、昭和14年だから82歳じゃないですか。あ、そうもうな、そうなんですよ。ああ。うちのおふくろも79 で、 あ、そうですか。もうそんな占いなんて当たるわけないわよ、はい、あ、そうそう、そんな感じでしょうね。風水なんてとんでもない、当たるわけないわよと、そういう感じですからね。うん、戦後ですからね、うん、はい、他に何かあるんですか。うん、ちょこちょこそういう細かいことばっかりなんですけど、うん、だからうちの父が中学2年の時亡くなったんですけど、うん、早く亡くなったんですね。そうですね、45歳でちょっと肝臓がんで亡くなったんですけど。45歳ね。そうですよね。お母さんじゃその後、はい、娘さん2人を、そう、女で一つで。そうなんです。だからちょっと、ね、大変だな。そうですね、ちょっとあの時大変だったと思いますね、うん、私子供だったのでちょっと、うん、真っ黒をかけてしまったんですけど、そうなんです。それ で、うん、で中学2年の時亡くなったんですけど、うん、だから2年前の小学校6年の時に、うん、だから夢じゃんって言われたらそうなんですけど、うん、夢で、だから先生の本、この間の実際になった怖い話の先生 の、 あの話はちゃんと読んだんですけど、うん、あのその前に載ってたなんかお父さんが会いに来てくれた話みたいなのあったんですけど、うん、ちょっと似てて、うん、あのディスコアのちょっと、うん、それで、うん、なんかその夢の中で、うん、あのホームにいてお父さんに連れられるんですよ。で、うん、あっちだあっちだこっちだこっちだって、私は楽しくて、うん、まあ、駅のホームだって言ってついていくんですけど、うん、なんかほんと宮崎駿のあの千と千尋みたいな感じで、うん、電車乗って、うん、でわあどこ行くのどこ行くのって言うんですけど、うん、まあ何も言わないんですよ。お父さんが、お父さんがニコニコして、それ亡くなった後ですよ、ね、いや亡くなる前、2年前、2年前です。それでもう癌を患ってた。私知らなかったんですよ、子供だったんで。娘には言えなかったの。もちろんそれはだから多分そうだったんですね。病院も嫌いだったんでね。それでそうそう、それで電車に乗って、うん、そしたらしばらくしたらあのなんだろう、周りの人がいるんですけどパーってあの白くなって黒くなって、スッて消えちゃうんですね。で黒い影になる、なって消える。なんか本当に千と千尋みたいな感じで、だからあれそうなのかなって漫画見て思ったことあるんですけど、うん、でお父さんと私だけになったんですけど、うん、なんかだんだん怖くなってきちゃって、どこ行くのどこ行くのみたいになって、うん、そしたら外でこう草原なんですね、本当草原で、うん、草なんですけど友達が呼んでって、
駅止まったら友達って自分の？そうですそうです、なんか誰っていうのはないですけど、クラスの友達が大勢で呼んでるんですよ。あ、友達だって漠然と分かる。なるんですよ。で左のおいでよおいで、うん、あの遊ぼうよって言って、降りておいでよって言って、約束してたじゃんみたいな感じで、あ、そうだ約束してたと思って、ごめんごめん、あの友達が遊びたいって言ってたし、私降りるわって言って、なんかね、お父さん置き去りにしてお父さんさ寂しそうな顔してたんですよその時、不思議と。それでじゃあねって言って、なんか変だなと思ったけど、じゃあねって言って、夢ですからね、でじゃあねって、なんかでもなんか変な気持ちだなと思ったんですけど、寂しい顔してて、それで別れて、で乗ってっちゃったなと思うんですけど、私は降りてって目が多分覚めたんですけど、だそういうのが漫画でも書いてあったし、そういうの夢で2年前に教えてくれたのかなと思って、いなくなるよ、お父さんがいなくなるって、そうそうそう、あ、そういうのはでもあると思いますね。そうですね、だからあの僕の友人の板子28号君、板子さん、が、あのお父さんの夢を見て、お父さんが死んだ後に夢を見たんですけど、霊界で親父の家に行ってると、そうですか、親父が新築の家を建てたと、で、あ、親父これいい家だなとか言ってて、お、いい家だろうとか、で2階から眺めてみると、建築ラッシュなんですよ。親父、なんだこの町は建築ラッシュだなって言って、ああそうなんだ、今度大勢人がやってくるからねとか、なんだろう、はい、え、そうなのって、そうなんだ、そういう計画あるんだよとかいうふうに言ってたら、で目覚めたら、それから1週間後ぐらいか、阪神大震災が起こった。だからなんかあの夢ってなんとなく予言みたいなものがあるんじゃないですかね、私もあると思うんですよね、たかが夢じゃなく、いやそんな気がしますよ、特に亡くなった人なんて思うと、やっぱりそういうふうに思いますもんね、今の話もそうですね、あとあの阪神大震災に関しては、あの、まあ、うちにいたんだけど、所属してたんだけど、亡くなってしまって、うちの会社初の殉職ということで、あの高信夫という前世リーディングのやつがいるんですよ、あの話はね、非常に奇妙でしたね。高くんが阪神大震災の後、こう空を見てたんです、そしたら一個だけ風とは逆の方向に雲が流れていくんですね。あの雲なんだろう、逆に流れてるぞと思って見てたら、ボロボロの服を着たお坊さんが先頭にニューって立てる、あれあのおばさんなんか被災した人みたいだなと思って見たら、後ろにサラリーマンとか、OL さんとかみんなボロボロの服でみんな立ってる、でそのままスーッと移動していったって。はそれはもう現実に 見られた、見られた、ね、あの車は霊界に行ってるんだなって、そうですか、分かったって今ね、そうですか、でもそれはなんかすごいですね、信じます、いやなんかな、だからなんかね、霊界行きのバスとかそういうのがあるのかな、なんでしょうね、そういうあのサンズの川じゃないんですけど、イメージなのか、何なのかわからないんですけど、よく電車はよく出てくるなとは思って、あとバスもありますよ、バスで千葉県の有名な、あの千葉県民なら誰も知ってる葬式屋のバスが、某葬式屋のバスがあるんですよ、まあ、名前言ったら分かりますけど、そうなんですね、それがある人のところに迎えに来るんですね、ご主人が死んだ後、そうですか、で、あの、いやちょっと旦那が待ってるから迎えに来たよって言うんだけど、いや私これちょっと嫌だなと思って、いや私じゃなくてちょっと違う人を紹介するわとか言って友達を紹介したんですよ、夢の中で、そしたら夢の中で紹介した友達が死んじゃった、いや嘘いやこれどうよってあの思いますよね、思います、旦那さんとしたら、ちょっと向かいのタクシーを、向かいのバスをねかみさんに仕向けたら知らないおばさん乗ってきたって、いやだから向かい旦那さんとしてはね、向かい入れたかったんじゃないかな、そうだね、なるほど、そういうこともあるんですね、そうですね、不可解ですね、何でしょうねそのね、あとあの、犯罪にまつわる話をいくつか知ってるっていう、犯罪とか事故とかね、ありますね、結構その何でしょうね、その後知るんですけれど、前も話しましたけど、投稿して、とにかくその
事故が起きる、それもしかも殺人なんですね、うん、殺人を犯す方の前、その何も起こしてない時にあったりすることが多くて、うんうん、あの前何でしたっけ、うん、前あの一家殺人をやってる、あれかご主人を、はい、が分かったとか言いましたよね、うんうん、あれはだから販売してたんですけど、お客さんで家族で全員で来たんですよ、まさかその家族がね、いやいや、もう本当思い出すんですね、私その変な、うん、頭悪いんですけど、そういう記憶力だけはいいんですよ、人の、うん、それであれはだから思い出すとゾーッとしますね。他にもあんな事件あったんですか。ありますいっぱいありますよ、そのお店いたせいかは分かんないんですけど、まあ、人の顔をちょっと特徴で覚えちゃうっていうのもあるんですけど、前だあの話したその笑わない家族っていうのは何か事件があるっていう方なんですけど、だから名前言っちゃいけないからあれなんですけど、柏の有名な、匿名でいきましょう、お金持ちの奥さんと娘さんが殺されて、分かった、あのメーカーですね、あの千葉県民なのに、じゃあ怖いん で, そ, うでそれもお客さんとして、うん、まあ、前も投稿しましたけど、あって笑わないんですよ、とにかくニコリともしないし、すごく暗くて、うん、まあ、この方は殺したわけじゃない、殺されちゃったんですけど、うん、ね、だからちょっとあれは旦那さんは生き残ったんですよ。そうですそうです、いなかったんですよ、確かいなかったんじゃないかな、いなかった時に入ってきて、奥さんと子供が殺されたんでしょ、みたいですね。ああ、うん、あれなんか変な噂聞きますよね。いや、まあ、あの人の家の怖いくて場所が実はあの墓地に近かったとかね、なんかね結構気持ち悪い話聞きますよ、恐ろしい、うん、地元だけにちょっとあんまりね、うんうん、そうなんです。他になんか事故とかのやつはありますか。まあ、ありますね、だからその家族もそうですし、その家族来たお父さんが全員を殺してしまったっていう事件もそうですし、うんうんうん、赤ちゃんもそ, うでそれもそうですし、あと何だろう、もう一つ言わなかったのが、うん、すごくね、あの何だっけな、美容部員の方で、うん、まあ、ごめんなさい、美容部員って言っちゃった、あの販売員で、うん、すごく相談してるんですよ、休憩室でいつも、あの、うん、お子さんがいらっしゃるらしくて、若くて綺麗な子なんです、うん、で同僚の子にいつもあの、うん、休憩室で相談してるんですよ、すごく真剣な話で。なんだろうなって、まあ、すごい人のこと気になっちゃう方なんで、うん、そしたらなんかこう家のこととか旦那のこととかって言って相談してるんですよ、うん、ですごい相談してるなと思ってて、でたまたま仲のいいちょっと美容部員をもともとしてた子がいて、うん、でその子と話してたらなんかすごい真剣にさ話してる人がいてってなんか雑談で話したんですよ、うん、であその子知ってるって言って、うん、あの子ん家ねちょっと旦那さんとの仲がいろいろあって、うん、お子さん生まれたんだけどいろいろあるんだよって知ってたんですよ、うん、あそうなんだいろいろあるんだねって話してたんですね雑談で、うんうん、そしたらその後事件で、うん、奥さんが全員殺しちゃったのかな、うん、奥さんが子供と、あ違う旦那さんが殺しちゃったのかな、ちょっとなんか僕旦那さんが殺しちゃったのかな、うん、殺されちゃったんだ、殺しちゃった奥さんの子供殺しちゃったの、うん、そうですそう奥さんもそうだ子供も殺されちゃった子供を手にかけるなんてできないよね、だから普通だからどういうことって思うじゃないですか、うん、ただ普通の綺麗なお家で白くって、うん、もう羨ましいぐらいのそういう、でもなんとなく変な感じがしましたね、ずっといつも暗そうに相談してるし、うん、なんか大変なんだなって思いましたけど知らない人だから、うんうん、でもなんか記憶にあったんですよね、そしたらその後事件になって、うん、で覚えてたんですけどその人だってわからないじゃないですか、うん、そしたら柏市って言ってるのかと思ったんですけど、うん、あ言っちゃった、そしたら、うん、あのその友達に聞いたらあの子だよって言って、あとなんか大きな事故ってはないですか、はい、ありますけどあれはさっきの話ですけど、はい、あれ言っていいんですかね、ええ、いやだから足はその記憶近いかもしれないんですけれど、うん、何でしたっけあの何事件千代田線常磐線の、うん、か三河島事件、うん、あれはあのその時知らなかったんですね OL で、うんうん、それで毎回その銀座とかあっちの方に働いてたんで、うん、毎日こうやって電車乗ってたんですけど、うん、知らなかったんですよ私本当に、それで、うん、あの
電車乗るのが苦痛だったので、うん、何か一つ楽しみをいつも見つけてたんですけど、うん、その時はその三河島から3つぐらい前に乗ってきた男の、うん、サラリーマンの人だったんですけど、うん、別に好みでもないし別に何でもないんですけど、うん、ただなんか一人そのターゲットを決めて、あの暇っていうか嫌な満員電車が嫌いなので、うん、何か面白いことを考えたかったんですね。その人の観察をするとか。そうですそうです、うん、その通りです。でなんかね、うん、ストーカーみたいでちょっと怖いんですけど、ただまあどういう人かなとか。僕も観察してました。あ、そうですよね、そういうのありますよね。好みのタイプの女性を見つけて、いやもう、うんって言われる。いやそうですよね、いいやっぱりねありますよね、うん、なんでまあその人は別に好みじゃなかったんですけど、うん、ただその人をちょっと観察してみようって思って、うん、へーってサラリーマンなんだとかいろいろこう見てたんですよ。で背はこうちょっと高くて自分より高くて、うんうん、でやっぱりちょっとふっくらっていうか細くはないんですよね、うんうん、肉付きは割といいんですけど、うん、すっごい無表情なんです。それで、うん、うーんと思ってなんかこう仕事が大変なのかなとか勝手なことをいろいろ考えてたんですよ、うん、それでカバンもこう普通に持っててネクタイもしてて、うん、そうでなんかこう人ってそのどうしても満員電車なんであのパンパンじゃないんですけど、そばによると熱みたいのを感じるじゃないですか、うん、ああ、ありますね、嫌でも、うん、で5月なんかこう春ぐらいだったんですけど、まだ汗ばむような季節だったんで、うん、なんかこう普通はこうちょっとそばによると、うん、なんていうか体温っていうか何かこうあると思うんですけど、うん、体温を感じたりとか、うん、匂いとか、うん、でも何にもない人だったんで、うん、何にもない人だなと思った記憶があるんですよ、うん、何にもないなと思って、で別に変なやらしい気持ちじゃなく、うん、あのそうどうしても満員電車なんでそばに寄るしかなく、でちょっと観察してたんですね、じっと、うんうん、それでずっと見てたんですけど、うん、とにかくそれあの何が特徴かっていうと、私がちょっとほくろがある位置がちょっと言わないですけど、うん、同じだったんですよ、うん、であ同じだと思って、うん、その人相学じゃないですけど、うん、なんかほくろが一緒だわとか思って、うん、親近感じゃないんですけど、うん、なんかお仕事頑張ってとかって勝手に心の中で思ってて、うん、でとにかくでもなんかこうそばにいてその別に見てほしいわけじゃなく好みでもないんですけど、うん、ただこうやってチラッと見ても人の方に見ないんですよ、全然こう見ないんですね、うんうん、人の方に目を向けないしどこ見てるか分かんないような感じで、うん、無表情、うん、あなんか何の仕事してるのかなとかって思ってたんですけど、うん、でその後あの別にその三河市まで降りちゃったんですよ、うん、でちょっと追いかけて見てたんですけどどこ降りたかちょっと分からなくなっちゃって、うん、でなんかそれ記憶に残ってたんですけど、うんうん、何年経ってからか忘れちゃったんですけど、あそうだあの人って何だったんだろうって思ったんですよね、うんうん、ふと思うんですね、うん、それで調べたんです。その時は携帯はガラケーだったと思うんですけど、うん、すごい調べて、そしたら三河島事件みたいなこと言って初めて知ったんですよ、うん、えそんなことあったんだと思って、うん、で一人行方不明の人がいるっていうのなんか検索でどんどん出てくるんですよ、そういう時って、うんうん、そしたらその人の顔にそっくりだったんですね。え？だけどそのモンタージュの顔って、うん、今検索しても出てこなくって、うん、古い警察がモンタージュで作った、うん、ちょっと似合って笑ってる顔の人なんですけど、うん、その人とちょっと似てるけど違うんですよ、うん、で前に私がそのガラケーの時に見た、うん、見つけた写真とそっくりなんです、うんうん、だから私しか分かんないんですけど、うん、と思って。それはどういうこと、その事故の例だったのかなのかなって私は思ってしまったんですよね。それとも生き残っていてどっかにひっそり隠れてるとか、うん、いや死んでらっしゃるんですよ、死体があって、うん、あの身元不明で一人だけどんなに探しても見つからなかったっていうんですよ。だ未だに例となって通勤電車に乗ってるってこと、うん、いや私もそこまでは分かんないんですけれど、うん、ただそのあそこの事件で検索すると、うん、未だにその亡くなった方たちの幽霊を運転手さんが、うん、敏感な運転手さんを見てしまうとか、うんうん、あとはその例の行方不明者の方が、うん、なんか実はその何て言ったかな、自殺者かもしれないし、その中で紛れてしまったようなちょっと特殊な方だったんじゃないかっていうのをなんか言われてるんですよ。あ、その人は自ら死んだっていう噂があるんですね。あ、うん、で、あれそんな噂があるんだと思って、うん、うん、って思ってて、それでその人は一人だけ名前もあの身元も不明で分かんないから、うん、あそこの
あのお寺に、うん、あの皆さんは名前こう書いてあるんですけど、その方だけ改名の名前が書いてあって、改名を書く、改名を書いてあってっていうのがあって、だけど、まあ、そうそうだなんて言えないけど、また長番線に乗ったら再開できるんじゃないですか。私ちょっと思ったんですよ、もしかして。でももう二度と会えないですね。やっぱあの時なんだろう、あの時の私はそうだと思うんですけど、でもなんかあの変な記憶力がありますよね。うん、そうです、あの瞬間記憶みたいな、うん、そういうとこだけ人の顔を即座に認知して記憶してしまうという、うん、それはそういうのが占い師として、はい、ね、うん、あの最も武器になることだと思うし、本当ですか。で占う人の顔写真とか、はい、名前とか見ながら、はい、なんとなく直感に訴えていくと何かより一層深く探れるんじゃないかな、うん、そうですね、うん、顔はね怖いですけどね。そうですね、うん、いやそれで4月からいよいよデビューするということで。あ、はい、あすいません、その話、はい、それで自ら受付やるんでしょそうですね、自分で受付しますはい、受付ってます。どうなの、どうなんですか自分で言って自分で受付ってヒマラヤ君みたいに。え、ヒマラヤさんですか。あ、まだ、あ、まあまあ、あれしちゃった。マライア君みたいに、ま、はい、マラリアさんじゃなくてなんだっけなんだか分かんない、なんか先生が言うから分かんないですレムリアさんですみたいに、はい、受付をすると。あ、そうですよ、レムリアさんの受付もしてます。例の、はい、ミンタロー830で、はい、あのメアドはあなた使ってるんだよね。あ、そうですね、はい、うん、はい、なんで皆さんもじゃあそれでやっていくと、はい、2800円で、ね、そうですね、はい、うん、デビュー戦どれくらい来るかなちょっと自信ないんですよ、まあ、そういうこと言っちゃいけないんですけど、うん、手相をちょっと見てもらいたかったみたいな人だったらお役に立てると思うので、うん、僕の手相を見るとズバリ何なの。え、先生前も申し上げたような気がするんですけど、なんか両方に手が目があるって言って、うん、目はだからそのなんてファティマの目っていうんですか、人にこうあの導くようなこともありますし、うん、あと右手側だから今だっていうんですけど、だから先生はだから戦争元来の方からの方があのマス掛け線っていうのを持ってらっしゃるので、うん、今の方はちょっと変形マス掛け線っていう感じだと思うんですよね、うんうん、だから強いんですけど、うん、とても上上がるのに結構苦労されますし、うん、苦労するけど上に上がれる、うん、そうですね、苦労はされますけど願いは叶う願いは叶う、はい、いや本当苦労ばっかりしてる。だから苦労はそうですね、恩をあだで返されるとか。あ、いや、うん、本当もうね、なんか本当にね、はい、世話してもそれにね、はい、逆のことをやられるとかね。あ、はい、あの強いからですね、そういうふうなあの方に向かわなきゃいけない方なので、逆にいろいろあるんだけれどもやらなきゃいけない、そうなんですよ、上に立たなきゃいけない。そうなんですか。そうですね、健康運は前もいい方についてるって言われてるからね。あの、そうですね、先生だからその病気運ってその伏線があって守ってもらっているので、うん、だからそう心配ないって言ったら失礼なんですけど、うん、そう心配ないですかね。いや、そう言ったらね、病気のこととかあれなんですけれども、うん、もう80ぐらいでバタンと死んじゃう感じかなと思ってるけどね。いや、そんなそんな、うん、もっと長いと思いますけどね、そういう線で見る場ですけどね、うんうん、ただまあそんな強く、あのなんてすごく強い線っていうわけではないので。仕事運はどう。え、仕事ですか、うん、仕事は、先生でも割と冷静なんですね。あ、ごめんなさい、変なこと言って。冷静なんですか。冷静ですね、すごく。バグチは打たないタイプ。いや、あのそういうんじゃないですけど、多分でも冷静で、うんうん、人をやっぱり引っ張っていくタイプで引き立てられるっていうのがあるので、まあ、しばらくもう2、3ヶ月横で見てて分かったでしょ。え、はい、冷静だっていうの。あ、冷静ですね、すごく。あの、うん、線にも出てますけれども、うん、あのすごくね、なあの勝手な思い込みで、うん、パーってこう感情的になられるのかなって思いますけど、冷静ですね、うん、ね、まあ、ちゃんと冷静に経営者として、はいはい、ドライにやってますけどね。あ、はい、そうですね、うんうん、そうですね。あと特徴ある恋愛線とかいろいろありますか。恋愛ですか。その島田線みたいなモテ線とかですね。あ、モテ線、モテ線、島田君の作ったこと、モテ線とか
あ、でもモテ線でここで2本出てるからモテ線はありますね。モテ線はい、モテ線はありますね。モテてこそ社長という、まあ、作家という人気商売だからね。そういうことですね。あ、だからそう、運命性がそのこっちから出てるんで、人気 の、 あの人に引き立てられっていう、うんうん、あの線なので、お、はい、あのそこからこう運気が上まで60過ぎまで上がっているので、途中ちょっとこういろいろと苦労されて中断されることはあるみたいですけど、うん、でも割と綺麗に出ていらっしゃるかなって。60過ぎまで上がりますか。はい、60過ぎまで線出てますよね、うん、はい、うん、じゃあ70までいかないか。いや、行きますね。行きますか。はい、結構突き抜けているので、まっすぐじゃないんですけど、うん、でもその年はもう過ぎてるかなって思うんですね。70過ぎまで作家で現役できますかね。うん、であの先生の手すごい繊細で綺麗なので、うん、大丈夫じゃないですかね。あの横線とかビャーってあるとちょっと苦労されて大変なんですけど、うん、そのそうです、意外とそんな強く横線出てないですもんね。はい、これ太陽線って言ってとてもいい線ですし、うん、非常にいいという感じね。うん、そうですね。ただまあ、うん、ここあの何の位置だったかな、あの色で見るらしいんですよ。なんかそれは飛鳥先生ちょっとあの見たんですけど、うん、手の色で、うん、なんでちょっとここが気になるので、うん、なんだろうな、こっちが内臓だから目か、目かな、うん、まあ、あのそこが色がちょっとこう、あ、ちょっと色悪いかなと思ったらさすったり揉んだりしてるといいらしい。ここ、うん、はい、ええ、あ、 それでもいいらしいんですよ。その場所をそうやってさするだけでも。あ、そうなんだ。ええ、なんで この色が悪いところは、うん、何は運気が悪くなるの。運気が悪いというか、あのその内臓とか、あの手ってツボあるじゃないですか。あるある。なんで反射、はい、なんでそのツボを、うん、押すっていうか刺すとか、電車乗ってる時とか暇な時に。そうです、そうです、あの本当親指と親指のところはこういだったりするので。目は悪いもんね、俺。あ、まあ、ね、うん、そういうことなんですね。あ、目手術したりするもんね。あ、はい、あ、なるほど。じゃあこの類稀な直感力とを使ってすいません、あのデビューしてみると。そうですね、はい、うん、させていただいて。そうだね、なんかお役に立てればと思うだけなんですけど。皆さんのお役に立てればそうですね、言うことはないと、うん、それであとはあの新たに掃除をしていて、はいはい、発見されたものがありますね。はい、これプレゼント6名様にね、はい、プレゼント。村さんの直筆サイン入りブロマイド。そうですね、出てきましたね。この村さんが、はい、ね、これいいよね。すごくいい。顔の表情がいいよね。表情がいいですよね、うん、本当にこれなんかもうお笑いの人みたい。そうだね、はい、いや、これがいよいよプレゼントということで、これいいもの出てきました。これエスカリーターリエさんが受けるんですね、はい、あ、これ、あ、じゃあ受け付けますよ、はい、ね、はい、メールアドレス村さん、はい、メールアドレス村さん直筆サイン、直筆サイン写真プロマイド、写真撮って掲載しましょうか、あ、はい、村さん、うん、ラムーン、ラムラムー、ラムー、ムーの王様、ムーの王様ムーの王様は村さんだったから滅んじゃったかな、ムー大陸。そうですか。いや、わかんない。最後の王様は村さんだった。最後の王様だったんですね。うん。そっか。そうだね。はい。はい。じゃあそんな感じで終わります。はい。チャンネル登録を確認してください。それからご友人に不思議なものとか変な話が好きな人がいたらぜひアトラスラジオを進めてください。よろしくお願いします。それから寝る前にチャンネル登録したリストを再生してください。音を絞って、小さく絞って何度も繰り返しリフレインしてくれたらありがたいです。それからアトラスニュースの方も読んでください。ただで読みます。毎日 UFO、UMA の情報、都市伝説情報載っております。イベント情報もたくさん載っておりますのでよろしくお願いします。はい。それからサイバーアトランティア、弊社の経営を支えているサイバーアトランティアも大好評でやっております。まあ、月800円かかりますけども、皆さんぜひ読んでください。それではよろしくお願いします。それでは、リエさんも一緒にやりましょう。はい、次回も不思議の世界でお会いしましょう。はい、来週もあなたとランデブ。ランデブ。
いまいち元気ないですね。いまいち元気ない、ランデブー、はい、ランデブーです。ごめんなさい、はい、それではバイチャー、バイチャー、バイバイ、はい、さよなら、はい、はい。